挑戦者の執念を持ち味の攻めのボクシングで打ち砕くことができるか、進化が問われる2度目の防衛戦です。名古屋レインボーホール、現在日本人ただ一人の世界チャンピオン、名古屋ミドルジム戸高秀樹。去年7月31日この会場で世界王者になった戸高の2度目の防衛戦。今日の相手は元チャンピオン、タイのヨクタイシソーです。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、放送の解説は元 WBC 世界スーパーライト級チャンピオン濱田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ濱田さん、はい、世界王者不在の時に彗星のように現れて王者になったトラカ、はい、そのボクシングの魅力、濱田さんはどのように捉えてますか？タイトル取る前からそうなんですけどね、やればやるほど自信持ってくる。そして、これ試合中にも言えるんですけど、自分のパンチが当たるとどんどん盛り上がる、いい傾向がありますね。まさに戦うたびにレベルアップをしているという感じがありますね。そういうこと言いますね。さあその日本人唯一の世界王者戸高に今日の2度目の防衛戦、どんな試合を期待されますか？やっぱり世界チャンピオン日本でただ一人ですからね、はい、やっぱり今現在もっともっと盛り上げてもらいたいなという気持ちが強いですね。はい、打ち合っての KO 防衛の可能性というのはいかがでしょうか？挑戦者のヨクタイ選手が打って出てきますからね、はい、そういった面でお二人とも噛み合うタイプですから、最初に当たった方にやっぱりノックアウトがあり得るということを言えますね。はい、そして今日の放送席はゲストをお招きしています。チャンピオン戸高のミドルジムの先輩であり挑戦者ヨクタイシソーのチャンピオン時代に2度にわたって対戦しタイトルを奪いました元 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン飯田聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在はボクシングを引退しましてタレント俳優として活躍中の飯田さんですが、飯田さんがチャンピオンになった頃に戸高選手が宮崎のジムから名古屋へ移籍をしてきました、はい、飯田さんから見て戸高選手はどんなボクサーですか？そうですね、やっぱり練習はきっちり真面目にやる選手で、入門してきた時も髪の毛も茶髪だし、どうかなと思ったんですけどすごく礼儀も正しいし、本当にもうしっかりと練習はやる選手ですね。はい、はい、現在日本人ただ一人の世界王者、その戸高の相手はヨクタイシソー、飯田さんのかつての宿敵です。はい、ヨクタイのボクシングの特徴というのは対戦した経験からどういうところを挙げられますか？どんどんそのガードを固めて、前に前に出てくるタイプ、もう力強いタイプですね。さあそれでは両選手の控え室の表情を見てみましょう。12時45分に会場に入ってまいりましたチャンピオンの戸高、その時の表情はこの世界戦の雰囲気を楽しむかのような穏やかな表情を見せていました。時折笑顔も見せていました。全く気負いは感じられません。10分前から始まったミット打ち、そして今は入念にシャドーを繰り返しています。控え室では今心地よい緊張に包まれています。やるだけのことはやった、辛い練習に裏付けされた自信、2度目の防衛戦チャンピオン戸高に資格はありません。一方1時前に会場に入りましたタイの挑戦者ヨクタイシソー、しばらく横になって休んでいました。控え室はかつてないほどのリラックスムード、終始笑顔に包まれています。ご覧の表情です。過去にないくらいの仕上がり、体調はベスト、負ける要素はどこにもないと自信たっぷりです。キューバの名トレーナーイスマイル・サナスとウォーミングアップに入ったのが30分前です。タイではフミポン国王もこの試合を見ています。チャンピオンベルトを持って国王に謁見するためにも絶対に負けられません。この試合の模様はタイの民間放送 ITV を通じてタイ全土にも衛星生中継されています。日本、タイ、両国のボクシングファンが注目の中、この後両選手が入場します。元チャンピオンの対決、 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、ここまでの両者の道のりと決意をまとめました。戸高元気。去年11月、名古屋明彦との日本人対決を制し見事初防衛を果たした WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン戸高秀樹。彗星のように現れたニューヒーローの彼もここまでの道のりは苦難の連続であった。両国のリングで四股を踏んだ戸高。宮崎で生まれた戸高は少年時代は札付きの不良で、喧嘩が原因で高校も退学になった。
そのパワーを別な道で生かそうと県内のボクシングジムに入門。しかし指導者に恵まれず辛い毎日を過ごした。ところが一昨年、名古屋の緑ジムに移籍してから戸高のボクシング人生は急展開。戸高は一気に世界ランカーへと駆け上がった。そして2度目の世界挑戦となった去年7月、戸高は持ち前のファイティングスピリットでチャンピオンヘスス・ロハスからベルトを奪うことに成功。それまでほとんど無名に近かった男が一夜にして日本でただ一人の世界チャンピオンになったのである。新チャンピオン誕生。その後初防衛を果たして迎えた今年1月、戸高は日本ボクシング界最高の名誉とされる年間最優秀選手賞を受賞した。翼体疾走。一方、挑戦者タイの翼体疾走は現在 WBA 世界スーパーフライ級3位にランクされているが、かつてはこの階級のチャンピオンだった。しかし97年12月、飯田聡との防衛戦で1ラウンドいきなりダウンを奪われる。後半試合を有利に進めたが、12ラウンドフルに戦った結果は翼体の判定負け、タイトルを失った。今回の世界タイトル再挑戦を前に本国タイでハードな練習を急ピッチでこなしてきた翼体だが、2年4ヶ月前の悔しさを忘れてはいない。ボクサー人生で唯一味わったあの敗北を本人は負けたと思っていない。つまり判定に納得していないのだ。雪辱に燃える彼はズバリ KO 勝ちを狙っている。僕は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 アメリカのトップクラスのボクサーたちが集まるここ LA ボクシングクラブ。チャンピオン戸高はこのジムで翼体との防衛戦に向け汗を流していた。自分を世界チャンピオンに導いてくれたマック栗原トレーナーとの激しい練習。世界戦ではまだ果たしていない KO 勝ちへのこだわりがチャンピオン側にもうかがえる。お互い KO を狙ってするボクシングになると思います。やっぱりKO がボクシングの魅力っていうのもあると思うんで、はい、まあ、そろそろ倒しとかないとブーブー言われそうですよね。かつては自分のものだったチャンピオンベルトを取り戻そうと KO 狙いで向かってくる翼体に対し、チャンピオン戸高は KO で返り討ちにすることができるのか。注目の一戦、まもなくゴング。両選手とも KO に対するこだわりが伺えます。ここで両者の体格を比較してみます。身長では 2.5 センチ、挑戦者翼体が両手を水平に広げ指先から指先までを測ったリーチでは 1.5 センチ、チャンピオン戸高が上回っていますが、濱田さん、はい、特に脅威胸周りが実に 6.5 センチもチャンピオンの戸高が上回っているんですね。このあたりから試合展開どのようなことになりそうですかね。まあ、一概には脅威の広さだけでは判断できないところあるんですけどね、まあ、戸高にするとタイトル取ってからぐーんと競技が広くなるんですね、はい、そういうことからするとですね、パンチつくとみんな競技が広くなるんですね、そういった面ではパワーアップしたということが言えるんじゃないですかね、はい、まさに戦うたびにレベルアップしている戸高を象徴するその数字ということが言えるかもしれませんね、さあ目の離せない打ち合いが展開されそうです。まもなく両選手が入場です。は3人のジャッジによる10点砲、各ラウンドなるべくどちらかの選手に明確に優劣をつけます。10対10となることはほとんどありません。1つのラウンドの中で3回ダウンを喫した選手はその時点でノックアウト負けになる3ノックダウンシステム。バッティングによってどちらかの選手が傷を負った場合、故意でないものには1点、故意であるものには2点、傷を負っていない選手から減点をします。故意であるかないか、また試合を続行するか停止するか、リング上における最終権限はレフリーが持っています。この試合のジャッジはオランダからハンク・メイヤースさん、アメリカからロバート・ワトソンさんとアルバート・ウィレンスキーさんの3子。そしてレフリーはこの方です。南アフリカ共和国からスタンリー・クリストドーローさん、56歳、86試合目の世界戦レフリーというベテラン。来日は今回が10回目です。さあ両選手のコールです。本日のメインイベント WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン
111パウンド4分の3緑ジム所属戸中秀樹、ただ一人の日本人世界王者戸中秀樹。WBA 世界スーパーフライ級3位115パウンド大国ヨクタイシスオー、王座返り咲きを狙いますヨクタイシスオージャッジアルバート。さあ浜田さん、はい、常に挑戦する気持ちで戦うと常々言っているところなんですが、試合前緊張感はありますかね。やっぱりですね、深呼吸するところなんか見てるとですね、はい、いつもよりは硬い表情をしますね。そして飯田さん、はい、2年4ヶ月ぶりに見るかつての宿敵、はい、期待の表情いかがですか。僕と戦った2回よりもやっぱりリラックスしてるような気がしますね。あ、そうですか、はい。両者攻めのボクシングが魅力です。果たしていきなり打ち合っていくんでしょうか。まもなく第1ラウンドのゴングです。両コーナーに分かれたチャンピオン挑戦者、いきなり右を振った。チャンピオン戸中秀樹が先に右を振っていきました。ベルトを守らない、攻めていくんだ、そんな気持ちの表れでしょうか。大きく右を振って試合が始まった WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。まあ、細かいパンチ、はい、戸中の今の出方だとですね、はい、前半の、はい、どっちかのパンチが大きいパンチが当たる可能性は強いですよね。あ、そうですか、はい。このところ戸中というのは非常にあの第1ラウンド始まりもう始まってすぐ攻め込んできているところがありますね。うん、まあ、そういった面では自信を持ってきた、はい、接近戦、はい、早くも接近して打ち合いました両者、細かくパンチを打っていきます。チャンピオン戸中秀樹は黒のトランクス、そして挑戦者タイの翼体思想は黄色のトランクスであります。軽く右のボディが入ったチャンピオン戸中、右大きく右を振った挑戦者翼体思想、チャンピオン戸中秀樹が赤のグローブ、そして挑戦者翼体思想は青のグローブ。今日はチャンピオン挑戦者グローブの色は違います。同じ材質、全く同じものを使っているんですがグローブの色だけが違っています。浜田さん、はい、翼体もパンチは打ってますね。はい、なんていうんですかね、両方とも前に出るのが好きな選手ですよ ね、はい、特に翼体の場合はですね、前に出れば出るほどエンジンかかるんですね。そうですね、はい、そういった面で戸高が今真正面で足止めて、はい、打ってますね。まず翼体の前進をさせないというボクシングでしょうか。そうです、そうです、はい、ですから翼体を真ん中で止めとくと、はい、逆に翼体が下がるようになると、戸高ペースを完全に取ったというふうに見ていいですね。戸高、はい、のトレーナーは栗原トレーナーはこの試合は先に下がった方が大きなピンチになるだろうという話をしてましたが、さあまず先に下がらせるようなボクシングをしているチャンピオン戸中秀樹、黒のトランクス、細かく左を打ってきます翼体思想。今のところは誰がパンチ強いか、はい、という測り方ですよね。あ、なるほど、うん、ただ飯田さん、はい、あの翼体というのは非常にプレッシャーかけるのが得意な選手なんですが、そうですね、プレッシャーのかけ方という点では2年4ヶ月前と比べていかがですか。いやー、なんか今日の翼体はあまりオーラを感じないというか、そんな感じがするんですか、ね、あ、そうですか、はい、右は空振りチャンピオン、そして中で右のアッパー、翼体思想の右のアッパー、まあ戸高もですね、はい、バッチリ足を止めて打つのはいいんですけどね、はい、状態を少し揺らすですね、うん、はい、そうするとリズムも出てきますからね。下の右が入りました。そして挑戦者翼体のパンチなんですが、はい、あのかつては非常に左右の連打を荒々しく打っていくという印象があるんですが、今日は割と軽めのパンチを打ってる感じがしませんか。まっすぐストレート気味のパンチが多いですね、はい、それとパンチがですね、前に出るパンチ、はい、結構ですね、はい、コンパクトに小さめのパンチが多いですね、はい、それで翼体のパンチ的確ですよ、はい、前回よりも2年4ヶ月前よりも細かいパンチが的確に当たっているチャンピオン、挑戦者翼体思想ミナッパー、しかし戸中もパンチを出しています。残り10秒切っている第1ラウンド、第1ラウンドから細かいパンチがお互いよく出ています。そして攻めていくチャンピオン戸中、翼体もしかし下がりません、ボディを翼体、第1ラウンドこれ終了です。やはりお互い攻撃が得意なボクサー同士、第1ラウンドから
かなりパンチを入れてますね。まあ、それはあのいい傾向なんですね。ただですね、翌体は空いた出方で来るとは思いましたけどね、戸高の場合もう少し上半身揺らしたわけですね。ちょっとあの食ってるところあるんですよ、飯田さん、はい、あの2年4ヶ月前かつて飯田さんが戦った時の翌体と比べて第1ラウンドいかがでしたか。はい、やはりあのまだ翌体も挑戦者なのにちょっとチャンピオンの雰囲気で戦ってるんで、そういうところはつけるかなと思うんですけど。そうですか。第2ラウンドが始まっています。チャンピオン戸高秀樹、黒のトランクス、黄色のトランクスが挑戦者、タイの翼体思想です。大東さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドなんですけども、1ラウンドの指示は正面すぎるということがですね、そしてジャブをついて、そして相手の突進を止めろという指示です。ちょっと突進を止める意味ではいいんですけどね、上半身もう少し揺らすといいんですよね、体触れるといいですね。チャンピオン戸高サイドのリポーターは中京テレビ藤井俊彦アナウンサーです。やはりあの正面ちょっと入りすぎているという見方をしてますね。入ることはいいんですよ、入ることはいいんですけど、相手のパンチが飛ぶ位置からずれてないということなんですね。なるほど、はい、自分も打ちやすいけど、はい、打たれやすい状況にあるということですね、はい、この第2ラウンドに入っても挑戦者翼体は細かく左を打っていく。チャンピオン戸高の右、そして連打、ここで寄ってきて今のいいですよ、今のいいですよ、この右が戸高の武器です。大きく右を振っていきます。今の打ち上げいいですよ、積極的に打ってきました。チャンピオン大東さん、はい、一方青コーナー翼体思想はね、まず戻ってきてガードを下げるなという指示が出ましたね。で1ラウンドの立ち上がり指示はまずまずだということです。これからは左をもっと多用してもっともっと前に出て攻めろということです。はい、挑戦者翼体思想サイドは日本テレビ船越正史アナウンサーです。確かにあの細かいパンチを打つというのは翼体はあのかつて日本に来た時よりも意識してやってるような印象がありますかね。はい、スタミナ面でですね、はい、無駄なスタミナを使わないでおこうという感じがあるんじゃないですかね。左のフック軽く引っ掛けた挑戦者翼体思想、しかし戸高はひるみません。両選手とも攻撃型の選手です。そして戸高秀樹はこの試合は距離の勝負になるだろうと試合前話していました。中間距離は翼体のもの、自分はその中間距離に入らずに思い切って右、チャンピオン戸高の右です。思い切って中に入るか、それともはっきりと外に出るか、距離にメリハリをつけたいと話していました。まあ、今のところは両方の中間距離で打ってますね。はい、決して、この距離は戸高不利な距離じゃないですか。戸高も打ちやすい距離ですからね。そしてチャンピオン戸高は、まあ、得意の右のフックやや大きめのパンチを打ってきています。右のアッパー、挑戦者翼体思想、右のアッパーを当てました。そして戸高が素早く距離を詰めます。そして揉み合いになって、ここからの打ち合いです。この両者が顔が擦り合わせるような状態になってから、この辺になってからの打ち合いというのは両選手ともよく練習していました。そしてこの両顔面つけながらの押し合いですね、はい、そうですね、この押し合いで勝つというのも大事ですよ。さあ第2ラウンドも時間がなくなってきました。攻める、チャンピオン戸高はひるまず休まず攻めていきます。挑戦者翼体の右が飛んできた。今のはマークブロックしましたね、はいはい、残り10秒切って第2ラウンド、休まず打ってきます。両者中に入っていこうというチャンピオン、しかし挑戦者翼体もひるまない、激しく打ち合っています。第2ラウンドこれ終了です。このラウンド良かったですよ。はい、トラカの得意のこの右の大きなパンチが当たりました。浜田さん、はい、去年の7月に世界を取ったこのトラカの右、第2ラウンド積極的に出てきましたね。まあ1ラウンドから出ていってもっとエンジンをかけて、まあはい、体重を乗せるようになったというのが2ラウンドですね、はい、2ラウンド良かったですよ。はい、本来の積極的なボクシングを徐々に体が思い出してきているというところかもしれません。さあ第3ラウンド始まりました。そして浜田さん、はい、両者ともにほとんどリングの中央で戦ってますね。そういうことなんですね、はい、というのはですね、翼体がまだ前に出ることができないという状態もあるんですね。そういうことですか、はい、はい、飯田さん、はい、かつて対戦した時には翼体はコーナーやロープに意識的に詰めていってから連打を打とうというそういうところがありましたよね。そうですね、結構やっぱりその戸高の距離とか回り方もいいんじゃないですかね。あ、なるほど、これは翼体のその特徴を戸高の今の勢いが殺しているということなんでしょうか。そうですね、はい、そしてここの第3ラウンドの打ち合う、ビリッ、大きく右を振る翼体、真正面すぎるところあるんですね、戸高の方から、はいはい、少し状態振れればいいんですね、はいはい、そして打ってボディ、右のボディ、チャンピオン右のボディを打ってきました。そしてちょっとボディを打たれて翼体は苦しそうな表情を見せました。ボディはいいと思いますね。そうですね、チャンピオン戸高秀樹も試合前、翼体はガードが高いのでボディが空きやすいと、ボディを一つ攻めどころだと話してましたが、そのボディが出ました。そして翼体は苦しい表情ではですね、はい、上下の打ち上げ、ボディ顔面の打ち上げがうまくいっているんですけどね、ただ正面すぎるところあるんで、打ち返せるとですね、接近戦であるところ、翼体の右のアッパー、左のフック、この辺り飛んできます。
しかし戸中はひるまず打ってきます。今押し返されてもあるんですよ、アッパー、右のアッパーのダブル、挑戦者翌体失走、右の蹴り、激しく打ち合ってきました。どんどんなんか両者のエンジンがかかってきてる感じですね。これはですね、今の状態が続いたら誰かダウンする気配ありますね、はい、あーっと、よく左抜き、ちょっとそれが振り付いたか、イラッパー挑戦者左、今いいの来ましたよ、期待の左が入った、イラッパー来ましたね、振り出してくる、イラッパー右に頑張る、踏ん張れ踏ん張れ、そうそうそう、ちょっと戸中がパンチをもらっています。そして右に右に動く、右、戸中を打たれて打つというよりも、ね、避けて打つ、あ、打たれないで打つ、ここもすごい、はい、そうですね、そう、もらってますね、戸中もパンチを返してるんですが、今の、はい、パンチ若干殺さればいいんですけどね、まともに食うところありません、ね、今の状態はまともにもらってる感じですね、まともに食ってますね、今、はい、戸中はプロキャリア、これが20戦目になりますが、過去ダウン経験はありません、おい、よくたの引き、しかし戸中はあっと押し込んでいく、押し込むんだったら、ね、もっと力をかけて、もっと押し込むというのは大事ですよ。第3ラウンド、残り30秒来てる、右、チャンピオンの右、動くんだったらもっと、大きく動く、それ大事ですね、まだ正面に入ってますか、そうですね、押そうか、押そうか、下がろうか、はい、もう迷ってると最高の方が落ち合っています。この第3ラウンド、ほとんど休むシーンがありません、徹底してパンチを出し続ける両者、さあ接近戦、打ち合う打ち合う打ち合う、休まず打っていく、チャンピオン右を打つ、第3ラウンドこれ終了、激しい打ち合いでした。あの人がうちで働き始めてから、いい右を当てたチャンピオンからなんですが、第3ラウンド逆に挑戦者翌体がかなり打ってきましたね、まともに食いましたね、はい、今のラウンドはそれで、はい、まあ右大きく食いましたけど、はい、アッパーも結構食ったんですね、そうですね、距離が詰まってからのアッパーがありましたね、まあ、そういう意味ではですね、距離は両方ともいい距離ですから、それはそれでいいんですけど、相手が翌体が打ってきた場合にはブロックすることも頭に入れなきゃいけないですね、そうですね、打つことだけじゃなくてですね、はい、第4ラウンドが始まっています、今のところは打つことだけ、はい、考えてるせいか、打たれ、パネジっていうのがありますからね、トラカのディフェンスは決してそんなに打たれるようなディフェンスではないんですけども、この試合に関してはかなり翌体のパンチをもらってますね、やっぱり打つことを、頭に入れてるんですね、ちょっと、攻めの気持ちが強すぎるんでしょうか、それはもちろん大事なことですけどね、ブロックするのも大事ですよ、はい、大東さん、はい、赤コーナーのチャンピオンサイドですけれども、大丈夫大丈夫、ただもう少し体を振ってリズムだリズム、ガードを忘れるなという声です、はい、やはり体を振れという指示がコーナーが飛んでますね、ちょっと立ちすぎるところがあるんですね、はい、今少し動き始めましたけどね、はい、動くんだともう少し動いてもいいですね、中途半端な動きじゃなくてですね、大東さん、はい、一方の挑戦者翌体陣営は非常にいいと、でね、もう一気にいってしまえ、はい、お前はチャンピオンだということです、確かに第3ラウンドは激しいラッシュがありました、飯田さん、はい、翌体はチャンピオン時代のボクシング思い出しましたかね、そんな感じですね、本当にクリンチもないし、頭がぶつかり合って押し合ってるんですけど、本当に翌体はずっしりともう根が生えたような、バランスなんで、重たいんですよね、押していくのが、体重調整に苦しんだという噂もあったんですけれども、実際に試合が始まるとさすがに元チャンピオン翌体失踪、チャンピオン時代の馬力を思い出したか、そしてまた距離を詰める右のアッパー、今日はこの翌体の右のアッパーがよく当たりますね、はい、右、もう少し動くんだったら徹底的に動いて、はい、右、右、パンツ、チャンピオンも返す、打ち合います、もっと打ち合う、これ、はい、さあ、トラカ、トラカ、トラカがちょっとペースを取り戻したか、ボディを打っていきます、また顔を合わせるようにして激しく打ち合っています。ただこのかなり接近しての下からのパンチというのは翌体の数が多い感じがしますね、アッパーは結構いい角度で入ってますね、それにしても両者ほとんど休むことなく徹底して打ち合っている、まだ第4ラウンドなんですが本当に激しく打ち合っています、やはり予想通りの激しい打ち合い打撃戦ですね、それと翌体はこのまんま調子に乗ろうとしますからね、はい、なんとか調子に乗せないようにしなきゃいけないんですね、ただもうチャンピオントラカの方も一方的に押されてるわけじゃないんですよね、だからちょっと迷いがあるんですね、迷いがある、はい、打つか、動くかちょっと迷ってますよね、はい、逆に挑戦者翌体失踪の方はもう迷いなく自分のボクシングをやってるということでしょうか、前に、はい、もっとエンジンかけようという状況ですね、はい、おっとちょっとチャンピオントラカの方が状態を持たれかかりました、そして攻めた
横田が出るところを狙って打っていきました。そしてまた接近戦になります。ほとんど両者が休む時間はありません。残り10秒を切っている第4ラウンド。さあチャンピオンラッシュ。しかし挑戦者横田もひるみません。打ち合って第4ラウンドが終了しました。横田がこの接近戦で、この左右のアッパーを的確に当ててますね。そうなんですね。ですから戸坂も今の状態から前に出ようとするんですけどね、はい、このアッパーがあるんで止まってしまうんですね、うん、なるほど。このアッパーは邪魔ですね、はい、さあイスラエルサラストライナーの指示を聞きました。挑戦者横田出走、2日前に合流したかつての師匠キューバ人トレーナーイスマイルサラストレーナーが横田サイドについています。第5ラウンドのゴングになりました。そしてまた右のアッパーです。このアッパーがよく当たります。挑戦者横田出走、この距離になったらアッパー、はい、なんとかせんとかですね、またガードを絞るとかですね、もしくは押し込むとか、うまく今右のフックをかわしていってチャンピオントラカーがパンチを打っていきました。大東さんね、はい、赤コーナーサイドなんですけども、まさにその通り、あのアッパーをもらうなと、とにかく相手は飛ばしてるだけなんだから今のうちは辛抱だ、ガードを絞って、12ラウンドフルで戦うつもりでやれという指示です。はい、また右のアッパーが当たりました。横田出走、12ラウンドフルで戦うつもりだったんですね、まず左のリードジャブを踏みますね、これをもっともっと突くことですね、ちょっと左のジャブが少ないですかね今日は。入られてるから、打ちにくいというところもあるんですけどね、もっとこれで、入られてからでもいいんですけど、もっと出すことですね、もっと出すことですね、ちょっと距離が、取れれば、右ストレートを打てばいいですから、挑戦者横田出走は今の左、これをもっと続けることですね、第6ラウンドまでに横田は戸高を KO で倒したいと話していました。前半飛ばしてくるかなという予想があったんですが、やはりそのように飛ばしてるという感じですか。予想通り、予想通りというか、作戦通りということですね、はい、一方の戸高は後半 KO というのが自分の魅力と言ってました。さあ相手のパンチをかわしていって、そして右、そして今度はチャンピオンが打ちます。このラウンドは戸高、リズム出てきましたよ。出てきましたか、今の左いいですね、はい、今の左いいですね。確かに戸高本人に聞きますと、自分は5ラウンドぐらいから本当にエンジンがかかるんだと、相手のイメージは最初から持っているんだけれども、そのイメージと実際にグローブを合わせた違いというのは5ラウンドぐらいでギャップが埋まってくるんだと、なるほど、話してましたので、この中盤以降が本当の戸高の持ち味が出るラウンドかもしれません。このラウンドはですね、戸高の左のリードジャブが出てる、それがいいですね、はい、バッテリー挑戦者横田の左のフック、そしてランダー、チャンピオン連打、少々のパンチを食らってもひるまないというのが戸高のボクシングスタイル。飯田さん、はい、横田のパンチなんですが、はい、かつては強引に振っているという印象がありました。そうですね、今日はどうですか。結構冷静になんか狙ってきてますね。冷静ですか、はい、かつては割と脇が開いた感じで振ってくるところあったんですが、はいはい、今日は脇縛ってる感じしますね。ストレートが、はい、右のストレートがまっすぐに打てるようになってるんで、あれもまた怖いなと思いますね、そして戸中が中に入ってくると右のアッパー、しかし戸中が平松打ってきます。このラウンドはせっかくいいリズム出てきてますから、真正面の打ち合いというよりもですね、左をもっと出すけどね、それで距離を取ることが大事ですね、はい、一旦距離を取って、はい、そして自分のリズム、はい、そしてストレートの距離、はい、ストレートの距離まで、距離が取ればいいですね。なるほど、しかし休ませ打っていきます。戸中もいいリズム取ってきました。残り10秒切りました。第5ラウンド挑戦者横田の右、しかし戸中も連打打ってきます。詰まると相手が得点ですからね。第5ラウンド終了です。チャンピオン戸高英樹、現在日本人ただ一人の世界王者、そして背中が見えています。白髪の方がマック栗原トレーナー、4年前からコンビを組んでいます。世界王者4人を育ったマック栗原トレーナーとコンビを組んで一戦一戦力をつけたチャンピオン戸高英樹、試合はこれから第6ラウンド。こちらは横田出走挑戦者です。試合は中盤第6ラウンド。横田出走はこの第6ラウンドまでに戸高を KO で倒すと宣言しました。その宣言の第6ラウンドが始まっています。5ラウンド目はですね、戸高の左が邪魔になるぐらい出てきたんで、横田の手数が少なかったですよね。あ、そうですね、はい、
やはりこの左でリズムをつかんでいって、はい、勝負どころで中に入るというところでしょうか。まずはリズムをつけるというのが大事なんですね。せっかく今リズムを取り戻すところはできましたからね、はいはい、このラウンドをもっと徹底してみることですね、うん、徹底してリズムを取っていく、 そのためには左ですね。そうです、そうです、はい、そしてあの、はい、左を出せば自然と距離が取れますから、はい、そしてボディです。チャンピオンのトラカの右のボディが2発当たりました。僕が戦った時も絶対にもうジャブはもうたくさん出せっていうのがもう作戦の第一だったですね、やっぱりそのジャブを出していくことによって翼体の全身プレッシャーを止めるという効果があるんですか。そうですね、あのジャブがないとどんどん入ってきちゃう選手なので、はい、もうジャブはもう絶対です、はい、翼体疾走は勢いになると非常にこのラウンド、はい、打ち合いになってきましたよ。そうですね、打ち合いになってきましたよ、はい、KO 宣言を挑戦者翼体疾走がした第6ラウンドです。まあ、ただ、はい、打ち合いにあの持ち込もう、まあ入っていこうという状態ですからね、打ち合いするからここで近づくことが大事ですね。右のストレートが入りました。チャンピオン、これかタイでは6という数字は非常に縁起が良くないという数字なんだそうです。その縁起の良くない6という数字をチャンピオントラカにぶつけるんだ、だから第6ラウンド KO を宣言すると話していました翼体疾走ですが、しかしチャンピオントラカもリズムは出てきています。そしてこのラウンドもほとんど両者は休みません。リズムを取りながらもパンチが出ています。リズム出てきたんで、打ち合いに、はい、もう一回やろうということですね、これがちょっと早いという感じもしますけどね。しかし翼体のアッパーが当たりました。この、打ち合いに入ってきたのがちょっと早いかなと思いますけど、はい、まあ、こっちは勝負どころですね、右チャンピオンの右、左を伸ばす挑戦者、しかしチャンピオントラカも左を伸ばす、連打ワンツー入りました。右のボディ、やはり多少トラカも右はボディを使うというところ出てきましたか。うん、まあまだ打ち分けほどは行ってないですけどね、今の翼体を下がらさせるという状態に持っていこうとしてるんで、はい、確かに左が当たり出しているチャンピオントラカ、チャンピオンの連打、ワンツー入りました。そして翼体もですね、パンチは出てるんですが、序盤ほどの勢いという感じのパンチも見えないんですよね。突進を、まあ、止められてる状態ですね、まあ、止めるというのは相当体力いるものですけどね、まあ、それでも相当な体力使っているところですね、はい、しかしスタミナ勝負は自分の得意とするところ絶対に下がらないと話したトラカ、残り5秒を切っています。第6ラウンド、さあ、チャンピオン連打、チャンピオン連打、顔面にヒット、第6ラウンド、このラウンドも打ち合いました。ツンと来て宣言をした第6ラウンドですが、チャンピオン戸高の右も入りましたね。まあ、5ラウンド目、6ラウンド、はい、まあ、5ラウンド目リズム取り戻して、6回目に戸高が前に出始めましたね、はい、ですから7回目一つの打ち切れるかどうかでペース取れますよ、はい、中盤以降の主導権争いはこの第7ラウンドの立ち上がりということになるでしょうかね。大事ですね、はい、さあ試合は半分が経過しました。第7ラウンド後半に入りました。大東さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドですけれども、ちょうど半分が終わって初めてマック栗原トレーナー、 OK、はい、グッドという指示が出ますですね、はい、そして残り半分、これから相手は落ちる一方だ、今から今からという声が飛んでいます。浜田さん、はい、挑戦者翼体疾走は2年4ヶ月前、はい、飯田さんから、まあ、ベルトを取られた後、はい、スーパーフライでは1試合もやってないんですね。そこがちょっと心配なところあったんですけどね、はい、体重面で苦労するとですね、はい、減量は、まあ、減量面で苦労するとスタミナがガクッと落ちる可能性あるんですね、飯田さん、はい、中盤に入りました、はい、翼体の持ち味のプレッシャーというのはこの段階ではどうですか。まだそんなに前に前にっていう感じじゃないですね、はい、やっぱりちょっと減量がきついのか勢いがあまり感じられないですね、うん、ちょっとバテてきたような顔つきだったですね今のラウンド。さあそしてトラカの連打が出始めました。後半に入っている第7ラウンド、大東さん、6ラウンド終わってね、翼体疾走ね、自ら水を要求しましたね。あ、そうですか。この辺りもやはりスタミナがちょっと不安かもしれませんね、はい、陣営としては左を多く使っていけと、体のバランスを考えろ、はい、そして右のアッパーですね、はい、その右のアッパー、はい、序盤はかなりヒットしてましたが、この辺りはあまり出てませんね。いや、距離がですね、今中間距離なんで、もう少し接近すると出るでしょう。ただ、接近すると戸高も今押そうとしてますからね、はい、翼体がアッパー出しづらいという状態ですね、はい、試合前戸高は中間距離は翼体の距離だろうという話をしてたんですけども、うん、今は中間距離で戸高も持ち負けてないんですよね。中間距離は戸高もいい距離ですからね、翼体の距離ということじゃないですよ、はい、いやしかしほとんど両者クリンチもありません。激しく打ち合っている、休まず打っていく、やはり
試合前の予想通りの激しい打ち合いになっています。戸高は調子ついてきましたね。あ、そうですか。調子ついてきましたね、はい。確かに少しずつこう戸高の方がプレッシャーをかけているような、そんなのフットワークに感じられますね。やっぱりまだ自信持ってきましたね、はい、さっきのラウンドで、相手の攻撃を止めることができたという自信でしょうね、はい。マックトレーナーは先に下がった方がピンチになるだろうと予想したこの試合、戸高がじわじわと出てきました。そして翼体が少しフットワークを使おう、回り込もうという動きがありますね。まあ、逆に戸高が前に出てきて左をついてチャンピオン動こうという感じがありますね。右チャンピオン右、戸高のパンチが当たってきています。もともと翼体は動くボクシングは得意じゃないんですよね、はい、ですね。足を使おうという動きは本来の翼体のスタイルではないはずですね。そうなんですね、はい、ということは、打ち合って、結構きつい状態があると、あるいは押されてると、まあそう、そういう気持ちがあるかもしれませんね、はい。さあ第7ラウンドも残り10秒です。さあ戸高がリズム出てきた、入ってきた、翼体が少し下がった、ジェリー合わせたチャンピオン、これ第7ラウンド終了です。以降のペースを取るのに大事なラウンドと言われた第7ラウンド、はい、チャンピオン戸高がしっかりパンチを当ててきました。ということはですね、まあ、リズムそしてペースを握ったと見ていいですからね、うん、また8ラウンド目これにもっとエンジンかけるといいですね、はい、そこであのちょっと楽でもしようという気持ちは絶対起こしたいからね、はい。そしてこの第7ラウンドでは翼体がフットワークを使うというような仕草もありました。第8ラウンドが始まっています。飯田さん、はい、あの翼体がフットワークを使って回り込もうなんていう仕草を見るのは初めてなんじゃないですか。そうですね、楽しようとしているのは翼体の方だと思いますね。あ、そうですか。ここもどん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 ペース上げていっていいと思います、はい。あれは翼体が変身スタイルではなくて戸高に自分のボクシングをさせてもらってないという動きでしょうか。そうですね、あとやっぱりスタミナの面でもちょっと心配になってきているのかもしれないですね。あ、なるほど、はい、確かに翼体思想は2年4ヶ月ぶりの世界戦なんですが、過去タイで9戦を行っていますが、全てスーパーフライ級よりも上のウェイトで試合を行っています。対してチャンピオン戸高英樹の方はもう毎回毎回全力を出し切る、本当にギリギリの勝負を戦ってきています。その辺のやはり浜田さん、はい、あのどういう試合を最近戦ってきたかによって、はい、この気持ちのスタミナってのあるでしょうね。まあそれは難しい状態があるんですけどね、まあ、翼体サイドは結構待ってる状態がありましたから、はい、その緊張感がどうかなと思いましたけどね、うん、はい。ゼリッ、まあ、このラウンドに関してはですね、もっと戸高はい、行くべきですね、このラウンドはもっと行くべきですよ、はい、ちょっと足が止まりかかってるところありますね、翼体が少し前に出ようという気配がありますからね、それを出さないというのは大事ですからね。左を振り回した翼体、前に出る戸高ペースリズムを取ってきたわけですから、このラウンドで輪をかけて、ペースエンジンかけなきゃいけないんですね、はい。半分が経過しています。第8ラウンド、チャンピオン戸高英樹は自分のボクシングの持ち味はとにかく頭も体も常に休まずに動き続けるボクシングが自分の持ち味、休んでしまうとその分頭の方も思考回路が止まってしまってわけが分かんなくなってしまうと話しました。休まずに動いていくこと、12ラウンドフルに動いていくこと、でその動きの原点を作っているのがロサンゼルスガスプロと話していました。このラウンドはもっと、はい、行くべきですね、せっかく6ラウンド目に、はい、ペース握って7回前に出ることができたわけですからね。前に出ていけばまたペース奪えるわけですよね、うん。まあ、今現在ですね、またどっちにもペースが、いくかどうかわからない状態にまだなってるんですね、はい。さあ打っていくチャンピオン、翼体案外ジャブもうまいんですよね、この距離で前に出ていか戸高が前に出ていかないと案外はい、リードされちゃいますね、はい。逆に出てしまえばその翼体のジャブというのを沈め止められたわけですね、はい。右チャンピオン戸高連打、チャンピオン連打、チャンピオン連打、細かく打った、ちょっと翼体苦しそうな表情だ。さあチャンピオンだから入っていった、右のフックを歩きました。今ちょっと連打を打たれて翼体が顔をしかめるようなそんな表情がありました。まあ、今のは翼体、はい、ほとんどブロックはしてるんですけどね、バテてはいますよ、はい、バテてはいますよ。ダメージというよりはスタミナの面ということでしょうか。はい、さあほとんど休まず打ち合っている両者、第8ラウンドも残り10秒切っています。押し込んでいくチャンピオン戸高、ボディを打っていく、そしてこれを打っていく、相手のパンチをかわすチャンピオン、左当てました。
のダメージ、あのインターバルでは、あのダメージはですね、なかなか抜けないと思いますから、終了間際このラウンド、このラウンド前、勝負かけていいですよ。ダウンを取った第8ラウンドを受けて、第9ラウンドになります。勝負かけていいですよ。チャンピオン田中がダウンを奪いました。さあ、第9ラウンド始まった。グローバー、グローブ、おっと、今、残念ですね。グローブのテープが完全についていない。あ、しかし、レフリーは続行を指示しました。さあ、打っていく、打っていく、連打、打っていく、いきなりフック、連打、連打、連打、さあ、詰めていく、詰める、チャンピオン連打、チャンピオン連打、ヨークタイはほとんどパンチが出ない。さあ、打っていった、ヨークタイパンチを返しますが、しかし、トラカは、トラカはひるまず打っていく。激しく打っていきます。この前のラウンド終了間際ダウンを取っているのはチャンピオンの方だ。そしてリングの中央、あった、しかしヨークタイも折り返してきた。トラカはしかし落ちません。ヨークタイも必須ですからね、ただトダカこっち、はい、勝負どころですよ、勝負どころですよ。こっちは先ほどのダウンはかなりヨークタイ下半身に来たまだ効いてます。体全身効いてますから、はい、あーっとっと、しかしこっちは右のフットトダカ緩めた感じで、緩めた感じで、こっちは勝負ですよ、勝負ですよ。右を振った挑戦者、しかしトラカにはあまりダメージの表情はありません。あーっと、左右の振ってますね、右の振ってますね、トダカ、あーっと、カウンター、両者のパンチが当たります。両者の右が当たりました。リングの中央、ヨックタイも必死です。今ヨックタイの左のテープ、グローブを巻いているテープが剥がれかっているんですが、しかし続行を指示しているクリストボールのレフリー、さあ連打、チャンピオン田中連打。ヨックタイ回復も早いんですよね、絶対に。あ、そうなんですか。1ラウンド僕がダウン取った時も、次組み合った時にすごい馬力を感じたんで、あー、なるほど。もう結構戸高はもう今下がっちゃったんですけど、しょうがないかなと思いますね。なるほど。さあ試合は続行されています。しかしこの前の第8ラウンド終了間際でダウンを取っているチャンピオン戸高、ここは出たいですね。いい、よしよしよし、チャンスだ、チャンスだ。さあ、トラガラッシュ、トラガラッシュ、トラガラッシュ、打っていく、ふらついているヨックタイ。さあ攻めろ、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 打っていく、打っていく。さあ棒立ち、ヨックタイ棒立ち、チャンピオン戸高打つ、チャンピオン打つ、チャンピオン打っていく。ここでもう一回打ちたい、うわ、ヨックタイも返してきました。残り1分台9ラウンド、しかし完全にこれ、ヨークタイ下半身来てますね。効いてますよ、効いてますよ。さあ、チャンピオン、トラカ、KO 防衛なるか。ヨークタイは下半身に来ています。ここで、ダウンもう一回欲しいですね。ここで見ないで攻めるところですね。ダウン欲しいですね、はい。さあ、しかし回復が早いというヨークタイ。いや、でもこれは効いてますね。効いてますか、効いてると思います。もう絶対、行った方がいい。終了間際、この右のフック、ほとんどゴングと同時でしたが、クリストドールレフリーはこれをダウンと判断しました。かなり効いたパンチという感じしましたね、これね。いや、随分効いてます、はい、このダウンは効きました。それで、ダウンのダメージが残っています。はい、第8ラウンドにこのダウンがありました。第9ラウンドでもトラカの猛ラッシュがありました。さあ、第10ラウンド、さあフィニッシュできるか、チャンピオントラカ。現在日本人世界王者はこのトラカただ一人です。日本にベルトをとどめるか、そして KO でとどめるか。そして飯田さん、はい、回復が早いという欲体なんですが、まだダメージ残ってますね。残ってますね、絶対残ってます。さあ、リングの中央、欲体もパンチを出しますが、トラカはしっかりと体重の乗せたパンチ。ちょっとトラカ、これ落ち着きましたか。顔つきが変わりましたよね、本当自信満々になってますね、はい。こういう時は少々パンチを食らってもトラカの場合は本当に休まないですよね。もうただダメージ残ってますからね、はい、よくて残ってますから、はい、もっと攻めたいですね、はい、チャンピオンの左、さあ、まだ防戦一方だ、右のボディ、チャンピオン、右、チャンピオン、あー、連打連打連打、接近しての連打、当たります、当たります。さあ、欲体棒立ちか、しかし懸命にパンチを返しますが、チャンピオントラカが押し込んでいく。クリストドールをレフリーが分けます。しかしどんどん前に出ます、チャンピオン。第8ラウンドにダウンを奪ったチャンピオン、
ロープに詰める、そして打っていく、ヨック隊は、トロさんも下半身に力が入ってないんですかね。いや、もうダメにまだ残ってるんですね。それ、ね、どこでも、頭を打ってもですね、効きますよ。さあ、KO 防衛できるか、チャンピオン、トラカ。現在、日本人ただ一人の世界チャンピオン、トラカ。ベルトは守らないんだと。攻めて攻めて、南の防衛に挑戦する気持ちでやるんだと話していたチャンピオン。攻めて攻めて、中盤からペースを奪って、ダウンを奪って、そしてこの第10ラウンドも攻め込んでいます。ロープに詰めていきます。ロック隊はこれ、なんとか休もう、なんとか休もうという仕草が見られますね、ヒデさん。そうですね。しかし、トラカはここを一気に行くことができるんでしょうか。第10ラウンド、残り1分を切っています。まだ時間はあります。おっと、しかし、挑戦者、ロック隊も左を当てました。チャンピオン、トラカ・ヒデキ。改めてガードを上げて、そして相手をよく見ています。第8ラウンド終了間際に右のフックでダウンを奪ったチャンピオントラカ、そして第9ラウンドも猛ラッシュ、この第10ラウンドも的確にパンチを当てる、そして押し込んでいく、ヨック隊の馬力がもう完全に消えましたね。ですからここはあと1回ダウン欲しいですね。チャンピオン右、いや効いてるんですよ、左もいい、左もいい、チャンピオンのパンチは敵から当たります。そしてヨック隊は下がります。左に回るのが精一杯、そして足にも他に力が入っていない。なんだチャンピオン、いいです、いいです、いきます、いきます、逃げ逃げ、なんだ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 、ヨック隊手が出ない。さあチャンピオン、トラカ KO 防衛に向かって、なんだ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 、打っていく打っていく、徹底して打っていく打っていく打っていく、懸命に返してヨック隊、いやー押しのくっきりチャンピオン、欲しいですね。第10ラウンドこれ終了です。チャンピオントラカ押しまくった。第10ラウンドはほとんどトラカが打ちまくったって感じでしたね。そうですね、ここでもう1回、あと1発いいの当たればダウン取れましたけどね、はいはい、しかもラウンドの終盤にこれだけのダメージを与えたというのは、第11ラウンド、もうですね、8ラウンド目からダメージ残ってるんですよ、ですからここまで来たらですね、ノックアウトを見たいですね、おっとまたまた翼体思想の左のグローブテープが剥がれたということで、ちょっと第8ラウンド休んだ翼体ですが、しかしチャンピオンを打っていく、そんなことは関係なく打っていきます。大東さん、ダメ残ってます翼体陣営ね、このインターバルではね、何も指示はありませんね、おびただしい量の水をかけるだけ、もう何も指示は与えていません。サーラッシュ、サーラッシュ、トラカラッシュ、右入った、右入った、サーパー入った、左入った、左入った、チャンピオンパンチは当たる、翼体はフラフラだ、さあ攻めるチャンピオン、左入った、さあ入った入った、試合終了、試合終了、テクニカルノックアウト勝ち、チャンピオン2度目の防衛成功。トラカ・ヒデキ打ちまくって打ちまくって、第11ラウンドテクニカルノックアウト勝ち、チャンピオン・トラカ見事な KO 防衛です。いやー浜田さん、はい、本当に休まず打って打って、TKO タイムはお知らせいたします。小高らしい KO って感じしますね。やっぱり自信も持ちましたよね、一発一発パンチ打ってるのはやっぱり威力が増してきた感じしますね、はい、第8ラウンド終了間際にダウンを取りました。そしてその後はもう徹底して打って打って、第11ラウンド38秒、チャンピオン小高英樹テクニカルノックアウト勝ち、チャンピオン小高英樹2度目の防衛に成功。ただ一人の日本人世界チャンピオン小高英樹、ベルトを日本にとどめました。そして小高本人が常々言う、防衛に挑戦すると言った通りの果敢なボクシングを見せてくれました。伊谷さん、はい、かつての宿敵の体質を、はい、トラカがやりました。やりましたね、やってくれました、はい、本当に攻めて攻めてトラカのテクニカルノックアウト勝ち、そして躍体、やはり中盤ぐらいからちょっとスタミナが落ちてきたようなところありましたね。そうですね、もう中盤からもうなんか逃げ腰というか、はい、ごまかしごまかしの試合やってたんで、躍体の方は、はい、浜田さん、はい、それにしても、はい、たった1本しかないチャンピオンベルトを守る立場のトラカが、本当に守りではなくて攻め切るボクシングをやってくれました。まあ、こういった面ではですね、やっぱり、一人チャンピオンということで責任感もやっぱついてきて、そして盛り上げようという気持ちも強いんじゃないですかね。まあ、2度目の防衛戦になって
1回目よりも重圧がかかるんではないかという声もあったんですけれども、まあ試合前の表情を見ると随分緊張してるかなと思いましたけどね、まあ、いい緊張感だったということが言えるんじゃないですかね。それと今日の試合なんかは打ち勝ったということが言えますからね、はい、そうですね、また自信ついたでしょう、はいはい、翌体疾走も積極的に前半パンチは打ってきました、でトラカが打たれるところも確かにありました、しかしその後さらに押し切ってしまうという感じのボクシングでしたね。ですから今日の試合なんかは力テクニックというよりも体力、力、パンチ力で勝ったというふうに自信ついたんじゃないですかね、はい、まあ、次の試合につながるような試合ですね。3人のジャッジのここまでの採点では2人のジャッジがトラカ、そして1人のジャッジがドローということで、まあ、やはりトラカが中盤以降優勢に試合を進めたことはこの辺からも言えますね。そうですね、はい、チャンピオントラカ秀樹2度目の防衛に成功です。日本に1本しかない世界チャンピオンベルト、しっかりトラカが守り抜いてくれました。8ラウンドにダウンを奪い、そしてその後9ラウンド以降は一方的に打ち負ける展開。チャンピオントラカ持ち味の攻めのボクシングで防衛成功です。インタビューです。2度目の防衛を見事 KO で飾りました戸高秀樹選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。苦しい展開になるかと思われた序盤ですが結構打たれました。はい、苦しい展開でした、はい、これは作戦通りだったんですか。全部じゃないからね。あんまり作戦に入れてなかったんですけどね、やっぱ試合になるとやっぱりちょっと打たれますね。大きな壁と話していました元チャンピオン、相手の印象どうでした。やっぱりガンガン来るファイターで、ベルトを奪おうという気迫が伝わってきたんで、これはごっつ試合になるなと思ってました。どのあたりでいけると思いました。いや、もう最後まで終始もう冷静に冷静に、ちょっと落ち着きがなかったんで、冷静に冷静に冷静にいけば勝てると思いながらやりましたんで、はい、マックの指示は今日も聞こえてましたか。途中から初めなんかちょっと体が宙に浮いて、力が入らなかったんですけど、途中ぐらいからマックの声が遠くなってきたんで、近くなってきたんで、はい、日本人選手としては世界チャンピオンでおよそ3年半ぶりというKO 防衛になりました。KO は狙っていたんじゃないですか。いや、そろそろ倒さないとファンの方々からブーブー言われるかなと思ってたんですけど、よかったと思います。元世界チャンピオン、大きな壁を KO で乗り越えました。これからの抱負お願いします。そうですね、もうやっぱり勝たないと次がないんで、次もまた壁のつもりで頑張って、気合い入れて死ぬ気で練習してまた試合したいと思います、はい、また防衛戦に挑戦ですね。そうですね、また防衛に挑戦します、はい、見事2度目の防衛果たしました戸高秀樹選手でした。ノックアウト後は冷静な表情を取り戻したチャンピオン戸高ですが、見事に11ラウンド38秒テクニカルノックアウトで翌体疾走を破りまして2度目の防衛を飾っています。浜田さん、はい、改めてトラカの、はい、やはり中盤以降から自分のスタイルを取り戻したという感じなんでしょうかね。まあ一つのポイントどころ、6ラウンド目だったですね、はい、まあ、6ラウンド目で、打ち合って前に出ることができた、これが大きかったでしょうね、そして第8ラウンド終了間際にダウンを取って、そこからはトラカの一方的なペース、結局この第11ラウンド38秒テクニカルノックアウト、チャンピオン戸高秀樹2度目の防衛に成功、元チャンピオン翼体思想の野望を打ち砕いた格好になりました。やはり第8ラウンドのダウンというのもそれまでのペースを取っていったことによって生まれた右のフックということですね。そうですね、まあ、5ラウンド目から左使いながら、そして6回目で一つの打ち合いで勝負ところでしたね、はい、それから流れがあってやっぱり翼体が元気なくなりましたからね、そこを8ラウンド終了間際に大きいのが当たったと、それはやっぱり運も向いてますよね、日本に1本しかない世界チャンピオンベルトは守られました。トラカ秀樹2度目の防衛に成功しています。
フライ級タイトルマッチ、チャンピオン戸高秀樹の2度目の防衛戦、挑戦者翼体思想をチャンピオン戸高が第11ラウンドテクニカルノックアウト、11ラウンド38秒の TKO タイムとなっています。見事に2度目の防衛に成功しました。改めて浜田さん、はい、あの戸高の持ち味である攻めのボクシング、うん、確かに序盤は打ち合いで、うん、戸高が打たれるようなところもあったんですが、うん、まあ3ラウンド目見るとですね、はい、このまま打ち込まれるかなという心配しましたけどね、うん、まあ、その後よく 5-6 と折り返してそのまま突っ走りましたからね、はい、そういった面では試合の中で、自信もついてくる選手なんですね、今後、まあ、もっと気力するでしょうから、はい、この選手は気力すると力はどんどん出るでしょうね、はい、改めてこれで自信をつけて、うん、この自信がトラカをどんどん強くしてきている、うん、あのそして、はい、あの雰囲気でどんどん盛り上がるところありますからね、はい、そういった面では次の試合は注目されるでしょうから、そうでしょうね、もっと気力するでしょう、はい、うん、またいい試合できると思いますね、うん、これが第11ラウンド38秒のテクニカルノックアウトのシーンでした。ゲストの飯田さん、はい、ジムの後輩トラカがかつて自分と死闘を繰り広げた翼体を、はい、見事な試合で破ってくれました。そうですね、本当にもう戸高のハートの強さもしっかり今日の試合で出たと思うんで、ファンも一気に増えたと思いますね、はい、はい、今飯田さんがおっしゃったそのハートの強さ、はい、まあ、戸高の持ち味、これはマック栗原トレーナーも松尾会長も話していますが、やはり打たれてもひるまず攻めていった、そ、ね、はいはい、そのあたりによく出たということが言えるかもしれません、そして浜田さん、はい、日本に1本しかなかった世界チャンピオンベルト、しっかりトラカが守り抜いてくれました、まあ、そういった面ではですね、あの1人ということが逆にですね、この選手を逆に責任も出して強くしてるんじゃないですかね、あ、いい緊張感になっているのかもしれませんね。そうですね、はいはい、敗れました翼体思想なんですがね、控室に大勢の報道陣が訪れているんですが、まだ誰とも話すだけの元気が戻ってきませんね、一言もコメントを発することはありません、はい、目にはうっすらと涙を溜めていましたね。